さあ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。かなこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、かのこさんは、今、日本にいないんですね。はい、そうなんです。私は今、イギリスのバーミンガムというところにいます。どうしてバーミンガムにいますか？はい。私は今、イギリスの大学院で勉強をしています。何を勉強していますか？イギリスの文学と演劇を研究しています。文学と演劇って英語だと何て言いますか？演劇はドラマですね。文学と演劇。イギリスの。私が研究しているのは、1940年ぐらいの演劇です。ちょっと古いです。じゃあ、かなこさんは、英語で勉はい。強していますか？はい、そうです。英語の本を読んだり、あと、英語で長い論文を書かなければいけません。じゃあ、論文は、日本語で書いたことがありますか？はい。日本でも書いたことがあります。私は日本で大学を卒業したので、その時にも論文を書きました。じゃあ、日本語で論文を書くのと、英語で論文を書くのと、どちらが難しいでしょうか？そうですね。やっぱり英語で書くのは書く方が難しいです。日本語だとたくさん言葉を思いつくことができるんですが、英語で書くときは辞書を使わないとなかなか難しいです。でも楽しいです。じゃあ、友達は、なんかイギリス人の友達はいますか？はい。こっちに来てから何人か友達ができました。と、日本語を勉強している友達もいるので、一緒に勉強したりしています。そうですね。日本語を勉強している人が多いです。はい。とっても驚きました。iTalki を始めたばっかりなのですが、こんなにたくさん日本語を勉強したい人がいるんだと知って驚きました。中には変な人もいます。変な人ですか？はい。さあ、かなこさどんな変な人ですか？ん。かなこさんは、まだそんなにレッスンやってないから、多分わかりませんけど、そのうちわかりますよ。これから出会うかもしれないですね。じゃあ、かなこさんは、今、どんなところに住んでいますか？家とかですか？はい、今、大学の近くのフラットに住んでいます。フラットは多分イギリス英語でアパートみたいなものです。
小さいですか？そうですね、小さいです、うん、でも静かで安全なので満足しています。一人で住んでいますか？いえ、今友達とシェアしています。じゃあイギリスはどんな国ですか？イギリスは日本と似ているところがあると思います。例えば人がとっても我慢強いところとか、あとはそうですね、とても礼儀正しいところなんかは日本と似ているなと感じています。じゃあ、ご飯はどう思いますか？ああ、ご飯は、みんなイギリスのご飯は美味しくない、まずいと言っていますが、私は結構好きです。ちょっと変わっているかもしれません。うん、探せば美味しいものはあると思っています。うん、今は朝ですか？はい、今朝の10時44分です。はい。じゃあ朝ごはんは食べましたか？はい、朝ごはんは食べました。今日はトーストとスープを食べました。お米は食べていますか？ああ、そうですね。お米もよく食べます。でも、朝はいつもトースト、パンを食べています。善次郎さんのいる場所は今何時ですか？5時45分です。もう夜の。夜の。ああ、そうなんです。さあ、かなこさんは今日は、何をしますか？今日は一日家にいて、愛湯器のレッスンをします。それ以外の時間は論文を書きます。あら。誰かにお金を払って論文を書いてもらえるサービスってありますか？あるみたいです。よく、広告が貼り出されています、うん、大学の中に、うん、でも私は使ったことがないです、うん、なんか中国人がそういうサービスを使っているみたいです。へえ、そうなんですか。金持ちのそうですね。結構高いですね、そういうサービスは。うん、なので大変だけど自分で書いた方が、うん、いいですね、うん、自分のものっていう感じもするし、うん、さあ今日は、外に出かけません。うん、そうですね。多分外には出かけません。運動はしていますか？実は最近全然運動していません。
本当は運動したいと思っているんですが、なかなかできていません。ジムとかありますか？はい、ジムもたくさんありますし、ヨガのクラスとか、バレエのクラスとかもあるので、行きたいなと思っています。私は小さい頃、クラシックバレエを習っていました。なので、踊ることがとても好きです。バレエって女の子しかしないですか？そんなこともないと思います。昔は多分女の子の習い事っていうイメージがあったと思うんですけど、最近は男の子でもバレエを習う子がたくさんいると思います。かなこさん、じゃ将来は何になりたいと思いますか？はい、私は将来大学の先生になりたいと思っています。なので大学でイギリスの文学とか演劇を教えたいと思っています。日本の大学でですか？はい、そうです。日本の大学で働きたいです。じゃあ、ダンサーになりたくないですか？昔はダンサーになりたいと思っていました。でも、ちょっと難しかったです。あと、ダンサーでお金を稼ぐのは本当に難しいので、諦めちゃいました。じゃあ、かなこさん、日本に住みたいと思いますか、将来は。そうですね。日本が好きなので、日本に住みたいとも思います。でも、イギリスも好きなので、イギリスに住むのもいいなと思っています。まだ決められていません。じゃあ他に、なんか行ったことのある国、どこでしょうか？はい、ヨーロッパだと、イタリア、ドイツ、あとちょっとだけフランスに行きました。あとはカナダに行ったことがあります。移民は、イギリスにはたくさんいるでしょうけど、はい。他のヨーロッパの国には移民はいましたか？そうですね。イタリアに行った時に移民が働いているのを見ました。その時にイタリア人の友達がイタリアにはたくさん移民がいるんだよっていう話をしていました。もしかしたらイギリスの移民問題よりもイタリアの方が深刻
重大かもしれません。じゃあね、日本には移民はあまりいませんよね。そうですね。だから、日本にいた時とは全然感覚が違います。いろんな国の人に会いますし、いろんな宗教の人にもいるので、今まで日本人ばっかりと仲良くしていたので、全然今までとは違った気持ちになります。でも日本に移民がたくさん来てほしいと思いますか？そうですね。はい。やっぱり今、移民の問題が深刻になってきているので、日本はもっとたくさん移民を受け入れるべきだと私は思っています。ただ、一つ心配なのは、日本はヨーロッパとかユーラシア大陸から離れている、遠いので、日本まで来るのがちょっと大変かなとも思います。あと言葉の問題もありますね。そうですね。やっぱりまだ日本ではもちろん英語を話せる人も増えてきましたけど、それでもまだ全員が話せるわけじゃないので、難しいですね。ね、トランプはやっぱりあまり移民がアメリカに入ってこないでほしいですね。そうみたいですね。とっても心配です。将来が。やっぱり移民がカナダとか他の国にどんどん移住したいと思っていると思うので、アメリカだけじゃなくて他の周りの国にも影響がたくさんありますね。さあ、かなこさん、今、親と話していますか？最近、親と。実は、あんまりよく話していないです。とっても、たまにですね、たまにスカイプで話したり、あと、LINE っていうチャットのアプリで会話をしたりしています。仲が良くないですか？そんなこともないです。仲はいい方だと思います。でも、私の兄に最近子供ができたので、私の親はそっちに愛情を注いでいます。子供ができましたか。そうなんです。何歳ですか、お兄さんは。お兄さんは、今、29かな。29歳です。兄は東京で高校の先生をしています。じゃ、日本人は子供を作っていないというのは、嘘ですね。嘘ですね。
まあでも、もしかしたら、一人だけとか、うん、たくさん作るのは、ちょっと難しいかなと思う時もあります。奥さんも働いているので、なかなか子育てと仕事を一緒にやるのは大変だなと思います。うん。うん。日本人には子供を作るよりペットを飼う人がいますよね。そうですね。うん。ペットを家族のように大切にする人が増えていますね。うちも犬を一匹飼っています。かなこさんは、うん、将来は、ね、ペットを飼うだけでいると思いますか？ああ、どうでしょう。私は子供が好きなので、自分の子供が欲しいなと思っています。でも、もちろん仕事もしてお金も稼ぎたいなと思うので、うん、まあ、様子を見て考えます。かなこの友達には、うん。うん。なんか30代の人で、はい。まだ子供がいない、女の友達はいますか？はい。結構たくさんいます。うん。残念ながら、まだ結婚していない人もいます。うん。うん、そういう人も日本では増えてきているような気がします。じゃあ、結婚したいと思ってますか？その、そういう人は。どうでしょう。あんまり思っていないかもしれません。というのも、やっぱり結婚しないで、自分の時間を楽しんだり、仕事をして、自分のレベルを上げたりとか、する方が楽しいと思っているのかもしれません。かなこさんは自分の子供が欲しいと思います。うん、はい。私は、結婚して子供も欲しいなとできれば思っています。子供何人が欲しいですか？そうですね。二人がいいかなと思います。私も二人兄弟だったので、そういう家族の形が自分にとっては自然に思えます。やっぱり日本では子供を作ったら、うん、お金をもらえますか？政府から。多分もらえると思います。ちょっとだけ、本当にちょっとだけ支援、サポートするお金をもらえるんだと思います。でも、本当に少しなので、あまり大きな役には立たないと思います。うん。でも、もっとね、日本人に子供を作ってほしいなら、うん、そういうことをすればいいんじゃないと。思いませんか？思います。今、日本では子育ての問題とか、あと、お
お年寄りが増えて子供が少なくなるという高年んあれ名前忘れちゃったすいませんそういう状況になってきているのでもっと子供を増やすために子育てのしやすい環境を作ることが大切だと思います。そう、かのこさんはやっぱり子供を見ると嬉しくなりますか？うん、はい、そうですね。子供が好きなので子供を見ると嬉しくなります。ロンドン、今ロンドンに住んでいますか？いえ、ロンドンではありません。ロンドンから北に1時間ぐらいの場所にあるバーミンガムという町に住んでいます。綺麗な町ですか？そうでもない。そうでもない。うん。あ、でも、ちょっと、町の中心地から離れると、公園とか、緑の多い場所があって、とても住みやすいです。あと、バーミンガムは、イギリスの中で、バーミンガムには本当にたくさんの人がいます。パキスタンとかインドからの移民もとっても多いです。あと中国人も多いです。日本人はどれくらいいますか？どうでしょう。大学の中ではたくさん日本人に会います。でもはい、でも街の中ではあんまり見かけないような気がします。中国人の方がたくさんいます。どうしてその、まあ、日本人はイギリスに行こうと思うでしょうか？どうでしょう。やっぱり英語を勉強するために留学することを考えるとイギリスかアメリカにとかカナダに行く人が多いかなと思います。あとイギリスはワーキングホリデーで2年間働けるので普通は他の国だと多分1年間だけのところが多いんですけど、イギリスは2年間なので人気があるみたいです。じゃあ、その、やっぱり英語上手になりたければ、うん、その、英語圏の国に行った方がいいと思いますか、うん、かなこさん。そうですね。日本にいて、こういうふうに、iTalkとか、YouTube とか、オンラインの教材を使って、英語を勉強するのでも、十分だと思います。でも、実際に、イギリスとか、他の国に来て、その国の文化を体験するのもとても重要だと私は思います。そうね。日本の文化と、イギリスとかアメリカの文化、全然違いますからね、はい。そうですね。全然違います。特にクリスマスをイギリスで過ごしたとき、全然違うなぁと感じました。
KFC にみんなが行く文化はありますか？イギリスでその話をしたらみんなに笑われました。なんで KFC に行くの？多分イギリス人からしたら考えられない文化みたいです。どうして KFC ですか？そうですね。なんでだろう。チキンが食べたい、うん、からですかね。あと、日本は、こう、ターキーを入れられるほど大きいオーブンを持ってないという話を聞きました。なのでターキーじゃなくてチキンを食べるようになったと言われているみたいです。え、かなこさんはじゃあこの間のクリスマスはイギリスで過ごしました？はい、はい、私はイギリス人の彼氏の実家で過ごしました。うん、イギリス人の彼氏ですか？うん、はい、うん、そうなんです。うん、背が高いですか？そうでもない。うん、まあでも私よりは背が高いです。英語は、イギリスの訛りで、話しますか？彼氏は。あ、彼氏ですか。うん。うん、そうですね。彼は、イギリス生まれのイギリス育ちなので、イギリス訛り、イギリスのアクセントで英語を話します。うん。かなこさんもそのイギリス人の訛りで英語を話すようになりたいと思いますか？そうですね。できればイギリス訛りの英語に近づきたいなと思っています。でも、英語の発音は難しいです。そうですか。はい。英語の発音は日本語の発音より難しいでしょうね。そうですね。特に日本人が苦手と言われている R と L の違いとかは、はい、こう、意識して話すと大丈夫なんですが、急いでる時とかはたまにごっちゃになっちゃったりします。うん、私は前になんかオーストラリアの訛りで、はい、流暢な英語を話す日本人の人に会いました。そうなんですね。とても不思議と思いました。その人はオーストラリアに住んでいたんですか？はい。うん、だからそうなるのも当然なんですけど、うん、やっぱり日本人がその、うん、そういう訛りをそういう訛りで英語を話せるとは、まず思わないから。うん、そうですね。うん、ちょっと不思議な感じがします。うん。ね、外国人の人が関西弁で日本語を話すのと同じ感覚かな。そうですね。うん。関西弁
の習得は難しいですか？あ、いや、別に難しくないと思いますけど。そうですか。なんか、日本のテレビを見ていれば、うん、あ、大体、うん、みんな習得していくと思いますけど。うん、そうですね。お笑い番組とか見ると、関西弁で話す人が多いですしね。ね。うん、かのこさんは東京の子です。うん、はい。東京の人です。はい。じゃあやっぱりね、子供をできたら、東京で育てたいと思いますか？そうですね。難しい質問ですね。東京で育てるのもいいなと思います。でも、イギリスの教育の話を聞くと、イギリスで教育を受けるのも楽しそうだなと思います。どこが？日本の学校よりもかなり自由だと聞きました。あと、こう自分の考えとか意見を言葉にする練習をイギリスではたくさんすると聞きました。それは日本と全然違うなと思います。日本人は自分の考えとか意見をあまり、うん、出さない？そうですか。もちろん人によると思いますが、あんまりたくさん自分のことを話すのは、このよく思われてないこともあるかなと思います。かなこさんは、その何かが嫌いなとき、それは嫌いだと言っちゃいますか？はい。私は結構はっきり嫌いなものは嫌いと言います。でも、もう少し若いとき、高校生ぐらいのときとかは、あんまりそういうことは言わずに、周りの友達と意見を合わせたりしていたこともあります。日本人らしいですね。そうですね。でも今は平気です。じゃあもしレストランでご飯を食べていて、はい、髪の毛が入っているのを見つけたら、何か言いますか？そうですね。もしそれが高級なレストランだったら言います。ちゃんと行った方がそのレストランのためにもなると。思います。でも、安いお店とかファストフードとかだったらあんまり気にしないかもしれません。なんか怒る？怒って言いますか？怒ることはないと思います。私はあんまり怒らないです。普段から、なのでなるべく優しく注意したいと思います。
そんなことあったことがありますか？一度日本のレストランでスープに虫が入っていたことがあります。ちょっと嫌ですね、それは。それは言いました。で、新しいスープをもらいました。デニーズでしたか？デニーズではないです。どこだったかな？場所は忘れてしまいましたが、でもそういうファミリーレストランだったと思います。今住んでいるところには、どんなレストランがありますか？今いるところは、さっきも話に出たようにとても多文化な場所なので、パキスタン、インドのカレー屋さんとか中華料理屋さんとか、イギリス料理以外のレストランがたくさんあります。ジャパレスは、ジャパレスもあります。実は日本食レストランでアルバイトもしています。あ、週に何日ですか？週に3回ぐらいです。イギリスでは学生だと週に20時間までしか働けないというルールがあるので、あんまりたくさんは働いていません。オーストラリアと一緒です。ああ、そうなんですね。そうか。まあ、カラコさん、料理を作っていますか？頑張っています。実はアルバイトで、アルバイトでは、いや、ウェイトレスで料理をサーブ、提供したり注文を取ったりしています。とっても楽しい。楽しいですか？はい。ただでそのレストランのご飯をもらったりしますか？それを期待していたんですが、実は3ポンド、イギリスのお金で3ポンド払わないとご飯を食べれません。まあでも安い方ですね。いつか自分のレストランやりたいと思いますか？レストランはやりたくないです。飲食のお店で働くのはとっても大変だなと思うので、自分で経営したりするのは嫌だなと思います。じゃあ、なんだっけ、大学の先生になりたいと思ってますね。そうですね。そうなれるために頑張っています。お給料は、どれぐらいでしょうか？1時間 7.2 ポンドなので、あんまり高くないですかね。大学の先生のお給料ですか？大学の先生の、いや、レストランのです。あら、はい。レストランの時給は1時間 7.2 ポンドなので、これは最低賃金だそうです。日本と同じぐらいでしょうか？
そうですね、大体同じぐらいかなと思います。でも、私が日本でアルバイトをしていたレストランは時給1000円だったので、もうちょっと高いかなと思います。かなこさんは、奨学金もらっていますか？今はもらっていません。なので自分で稼いだお金で払っています。本当は奨学金をもらいたかったので申し込んだんですが、もらえませんでした。私は日本に住んでいた時、奨学金をもらっていました。おお、そうなんですね。十分なお金でした。そうです。まだお金が残っていると思います。ああ、そうなんですか。すごい。なんか日本の銀行に残ってると思います。そうなんですね。それは使わないで取っておくんですか？なんか使わないでいると国に戻ってしまうんじゃないですか？そうなんですか。わかりませんけど、もう8年前の話です。ああ、そうなんですかね。わからないです。ね、日本はやっぱり経済が、いいですかね。そうですね。今いい状態だと思います。ただ奨学金に関して言えば、もう少し留学生のための奨学金を増やしてほしいなと思うこともあります。かなこさんはやっぱり、これから何年、イギリスに住み続けますか？これからイギリスの大学院で、博士課程、ドクター、PhD のコースを始める予定なので、少なくともあと3年はイギリスにいます。親はかなこさんに日本に帰ってほしいですか？そうでもないかな。たまに帰ってきてねとは言っていますけど、でも離れて暮らすことに反対はしていません。かなこさんは、この後、はい、何をするんだっけ？あ、今日は愛湯器のレッスンと、あとは勉強ですね。はい。愛湯器が、いくらだっけ？ 15% 取りますね。そうですね。多いと思いませんか？多いです。ちょっと多いですね。やっぱりもう少し少ないと嬉しいんですが、まあしょうがないですね。ね。たくさんレッスンをしてたくさん稼ぎたいと思います。なんかうちでできるのっていいですよね。
そうですね。とっても便利だと思います。それに誰かの勉強の助けになれるのはとても嬉しいことです。さあ、ここまでにしましょう。はい。はい。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様でした。